はい、皆さんこんばんは、ワドです。今日はですね、2018年5月の2日、22時43分です。皆さん楽しんでいってください。はい、ワド2、こんばんは。お疲れ様です。まあ、まったり、雑談をやっていこうと思ってますので、よろしくです。いや、結構ね、緊張するよね。普段家の中でさ、配信やってる分にはさ緊張なんて全くしないけど、ちょっとね、環境が、今日はスタジオから放送してますので、ちょっとね、普段とは違う環境で面白いですね。はい、こんばんは。ゆうさんいらっしゃい。中村さん、こんばんは。楽しんでいってください。でもやっぱ違うね、家の中でさ撮影するのとさ、こうちゃんとしたさスタジオで撮影するのって雰囲気が全然違うから、なんかいいよね、こういう新規リフレッシュできて。はい、ペコポコランド、こんばんは。皆さんこんばんは。どうもどうも。すげえいいよ。なんかこう新しいさ流れができてきてるよ。大ちゃんいらっしゃい。どうも。夜でも今日なんか配信者多いな。何曜日なんだろう今日。水曜日。あー、水曜日なのになんでこんな多いんだろうな。配信者すごいよね、やってるね。ゆうゆうまたつ、こんばんは。よろしくお願いします。フォローありがとう。フォローありがとうございます。まあ、まったりこう雑談やって楽しんでいきましょう。アムチンとかもね、なんか面白いことやってますねって言ってたけど、結局アムチンは参加すんのかな。どうなんだろう。まあ、誰がねどう参加するのかっていうのは面白いところであるよね。うん、あ、これちょっと待ってて。いいな、すごいでしょ。これをこうやってやるんですよ。これを公式の方でやるとスレッドっていう風になるんですね。で、もう決まっちゃった人、なんか、エントリー配信者っていう風に書いちゃってもいいかもしれないですね。ここ、しかもここですね。それがあれですよね、リツイートのやつですよね。はい。で、ここをこうやって返信で、現在参加表明していただいた配信者を発表しますみたいな。あ、ありがとう、ありがとう、もち。あ、ミサタ、うん、ゆさんね、あれで俺がコラボするっていうよりも配信者を募集してるんですよ。ダンカンさんが、ダンカンさんが募集してます。ダンカン塾って言ってね。ありがとう、ペコポコランド、アイテムありがとう。だからね、ダンカンさんと配信が絡める、配信で絡めるっていうね、ビッグチャンスが来てますので、ぜひぜひ、参加したい方を紹介してください。俺はね参加できない、俺裏方なんですそれね、さっきからね話題のメインになってるんだよね。ワド出ろよって、お前向いてるだろうとか、お前無茶振りさせたら強えだろうって言われてるんだけど、僕は裏方なんで出れないんですよ、残念ながら。ねえ、ダンカン塾入りたいな。いいよね。テレビで見てたさ、スーパースターとこう絡めるっていうのは夢みたいな話だからね。まあいい時代来たよな、配信者もね。それが残念でならないよね。そうそう、次世代のスターが生まれないかなっていう。昨日の配信すごい面白かった。いや、そう言っていただけると嬉しいですね。でもね、なんかね、昔のことを思い出す。なんか、配信デビューした頃からお前は裏方向きだっていろんな人に言われてたの。プレイヤーよりも裏方で企画を練ったりとか、やったら才能伸びそうって。俺は悔しかったんだよ、当時。俺も生主なわけじゃん。だけど裏方の方が向いてるっていうの分かってたんだけど、やっぱ目指したいわけでしょ。
でも5年後やっぱなるようになったっていうね、やっぱり裏方だったっていう、うん、で俺も出れたら出たいんだけど、弟子の解放を送り込むか解放に俺の敵を打てって言って、解放にちょっと俺の代わりに出てもらおうかな、うん、まあ僕だからまあまあ、僕がね当時こういうの出れたらもう本当に夢があると思ってたけど、逆にねこう叶えてもらいたいですね、僕の代わりに、うん、でもまあまあ仕事というかね必要なポジションだとは思うんで、配信者と芸能界をこうつなぐっていうか説明をするっていうか、それも一つなんかこの大きな流れの一つのパーツに参加できたっていうのがすごい嬉しいですね。菩薩さんアイテムありがとう。ああ指し原も裏方ができると秋元さんから言われたのを思い出した。へえ、そう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 、誰かが噛まないとやっぱり企画がぐちゃぐちゃになるっていうのはそりゃそうじゃん。ね、配信者もテレビの番組の、ね、流れとかも分かんないし、俺テレビのねエキストラとか何回か撮影現場入ったことがあるんですよ。だからねなんとなく雰囲気とかは分かるから、テレビってこういう世界なんだなとかさ、番組1本作るのにこれくらい時間かかるとか、あと実はねテレビの制作会社の現場とかも何度も入ったことがあって、一応なんか知り合いの人に覗かせてもらったことがあったから、普通の配信者よりは分かる方だと思うんだよね、うん、あと逆にねテレビ側の人そのが配信者のことが分からないっていうのが一番でかいかな。そう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 、だから企画が成功したらいいと思ってて、うん、もしよかったら力貸してみんなでリツイートしたりとか。俺はなんか生主がこう夢を叶えたりチャンスをつかみ取ってくれるっていうのが今回の企画の一番でかいところだと思ってるから、なんかこの中からね難関塾の中からスーパースターが出てきたらいいなっていうふうに思ってる、うん、松本人志のシンボルって映画みたいなスタジオやな。そう、ああはいはい、シンボルってあれか、壁からニョキッと出てくる、あそういう風に見えるんだ、あ確かに、うん、うん、妖怪さんいらっしゃい、配信者が知られるきっかけになるといいですね。僕もそれが望みですね、うん、そうだよ、ダンカンさんも北郷さんも大旬だよ、こんなチャンスないよ。普通さこういう番組ってさスケジュールとか大変じゃん。今だってオフィス来たのだの TN ゴーンだのね、えみんな知らない、テレビとか見てるでしょ。で今大騒ぎになってるわけじゃん。この渦中の中でできるんだよこの番組。配信者はだから本当運強いなっていうのを思った。こんだけ話題になってる状況でさ、なんつうのこういう参加の仕方ができるって、俺ね今回の企画ね下手したらねなんか雑誌とかテレビとか食いつくんじゃないかなって思ってるよ、うん、なんかそんな気がしない。ダンカンさんが新しいダンカン塾って始めたぞって、なんかこの企画っていうか番組だけで終わらない気がする。俺は背景が白いからこれで公演始まる感じ、新鮮、うん、ねえ、あヘルパーさんいらっしゃい。そうそうヤフートピックスとか今だってねなんかねダンカンさんのブログとかもヤフートピックに載ったりとか、博士のツイッターとかヤフートピックのニューストップに出まくってるんだって。でこのね流れでなんかダンカンさんが新しいこと始めるってなって、まだそのリリース、特にそのなんつうのなんだ、取材とかにプレスリリースはかけてない段階の、まあ口コミでやってみようっていうことでやったから、だから面白いと思うよ、うん、俺はね参加できないんですよ、うん、僕は参加できないんですよ。フードさん僕は裏方です、はい、
僕は参加したくてしたくてしょうがないんですよ。僕はできません。なんでかっていうと、完全にその、なんつうの、もう番組の立ち上がりからずっと関わらせていただいてたから、中身を知ってるわけじゃん。で、俺がもしさ、弾丸塾に選ばれちゃったら不正だって思わない。本当にちゃんとクリーンにやったとしても、面白いことやったとしても、お前、もともと裏で繋がってただろうっていうのがあるじゃん。俺は癒着があったらやっぱりダメだと思ってるから、スタッフさんが和藤さん出れませんよっていうのは正しい判断だと思う。書類選考は、まあ大体100人ぐらいで打ち切りましょうか、みたいな感じで考えてる。リツイートありがとう。100人ぐらいの書類選考で1回打ち切り。で、書類選考の段階で、30人。要はオーディション、第一審査終わって、オーディションがあるんですよ。二次審査っていうのは、ダンカンさんと直接会えるんだけど、それは30人ぐらい。で、次の、審査っていうのは5人。で、もうこの5人はダンカン塾1期生として正式に発表です。いや、わかんない。今回は有名か有名じゃないかじゃなくて、ダンカンさんが面白いと思うかどうか。ダンカンさんからしたら、閲覧1000人集められても、閲覧100人集められても、1人でも変わらないでしょ。わ かる。だから、この企画の面白いところって、配信で有名かもしれないけど、ダンカンさんからしたらさ、全然関係ないわけよ。誰っていう、新人で頑張ってる子っていうわけだから、ダンカンさんに受けるかどうかなんだよ。だから、どんな人でもチャンスがあるっていう。で、一応今有名どころだと、弁償太郎さんが一番有名ではあるかな。だから、ダンカンさんの無茶ぶりに応えられる人だね。どこまで応えられるか。そこがミソだね。テレビ的な面白さはどうなんだろう。生放送でやりますよ。YouTube ライブと、簡単に言うと、オーディションで30人この部屋に集まって、一人一人アピールしてもらうの、5分間。僕は、弁償太郎です。何々ってやってました。トゥクトゥクで旅してますとか、道頓堀でダイブしたり、スカイダイビングを生放送携帯持ってやってましたっつって。で、ダンカンさんがそれを聞いて、その場のインスピレーションで、君、今から何日間の間に何々やれっていうな。で、便所さんが指令を受け取ったら、それを自爆でやるの。だから、みんなは実は放送を見るだけ。で、ダンカンさんの企画を便所さんの枠でやるとか、卵味噌の枠でやるとか、参加した生主の枠でやるの。だから、生主はね、結構楽。ダンカンさんの振りにどこまで応えられるか。そう、テレビじゃできないギリギリをできるから配信者が選ばれたの、今回。だからね、テレビ的な面白さいらないですよ。生放送で全部見れるんで。今回の企画のミソはそこですね。もう生主に特化したっていう。だから、そう、俺が、その、なんつうの、生主の説明をしないとっていうことで、裏方でずっと関わらせていただいてたんですよ。ありでしょ。だから、なんか、生主の、ずっと追っかけてきた人からすると嬉しい企画だし、ずっとテレビを見てた人が、こんな人いるんだって、こういう生主っていうのがいるんだっていう、その、なんか橋渡しになるような企画になるといいなっていうふうにずっと考えてましたね。まあ、いいんじゃない？別に。チャンス逃す人は逃すし、積極的な人はチャンス掴むしっていう。リツイートみんなよろしくね。リツイートよろしく。39リツイート。すごいっすね。いい感じですね。ありがとうございます、皆さん。バンバン拡散してください。バンバン拡散お願いします。これね、1000リツイートとか言ったら、テレビとかで拾わ上げられそうだよね。バンになるネタは ダメダメ 多分ね、ダンカンさんはそういうバンになるネタを口頭で無茶ぶりしても、多分スタッフがその場で止めると思う。ダンカンさんダメですみたいな。 で、アグリン頑張ってよ。アグリンはちなみにもう、参加表明してますからね。あれだよ、友達誘ってもいいんだよ、別に。アグリン、友達の生主とか女生主とか全然誘っていいからね。
まだまだ募集してます。 1,2,3,4,5,6 名です今。あと94名ぐらいか。誰が集まるかな、楽しみだね。まあ夢がある世界だよね、本当に参加しては、声かけてんだ、もう早いな早いねえ、誰に声かけてんの？まあだからそのやっぱりさ、テレビの人がさ、あのネットの企画に出るっていうのは時代の転換期だね。スカウト業ではないです、僕は。スカウトはしません、スカウトはしません。逆に言ったら卵味噌にお前出るなって言ったぐらいなんで卵味噌が出たいって言うから俺ふざけんな、出んじゃねえっつって、うん、ああはいはいはい、ある北郷さんの動画でコメントしてました。あ、僕あのある北郷さんの動画でコメントしたことありますよ。はい、あの前のネタのやつで、あのしてます、してます。和道です、よろしくお願いします。ごもんさんいらっしゃい、あ、疑問さんか、疑問さんいらっしゃい。スカウト業ではないです。はい、よろしくお願いします。でもまあね、アグリンとかがね、大手生主さんとこう並ぶっていう姿がちょっとシュールで、俺はそれリスナーとしても楽しみではあるかな。便所さんとアグリンが横に並ぶ姿っていうのはなんか想像できないよね。ダンカンさんが用意したわけじゃないよ。うん、ダンカンさんが今まで何をやってきたのかっていうの興味ある？みんな今までダンカンさんがどんな無茶ぶりをしてきたのかって興味ある人いる？見てみる？動画でなんかさある？あ、じゃあさ、どんな話かちょっとエピソードトークがあるからちょっと見てみようか。ちょっと待ってね、キャプりますよ。ちょっとみんなで勉強してみようか。ちょっと待ってね。配信者はね、ふわっちだけじゃなくて、ツイキャスでもニコ生でも何でも OK ですね。インスタとかツイッターとか、Facebook とか YouTube ライブとか何でも構わない。配信をつけてたら何でもいいっていう超特別ルールです。じゃあ見てみましょう。いきます。いきます。とにかくですね、僕はダンカンさんの付き人を1年半やったんですよ。大体1年8ヶ月かな、やって95年の秋にダンカンさんの付き人になり、ね、怒られ、それでまあ犬岩石なんかもやらされて、そこから殿の付き人になるわけですよね。はい、だから僕武志軍団入ってダンカンさんの付き人約2年、殿の付き人7年ですよ。ってことはね、9年付き人やってたんですよね。はい、普通付き人ってね、みんなね、どこの世界もね、3年に2年3年ですよ、ね、9年ね、何でか知ってます、居心地がいいんですよこれね。はい、よくできてよくできてますよ、システムが。ダンカンさんの付き人ね、なかなかしんどかったね、2年しんどい、殿の付き人超楽、アメとムチね、ほんとよくできてるシステムが。だから武志軍なんてね、昔そういうシステムがあったんですよ、ね、絶対に。それこそ遡れば水道橋博士ぐらいも、ね、あの弟子にしたら、で殿がね、ダンカンのとこ行けよと。うちのダンカンさん教育学科ですからね、鬼軍曹として、それで、ね、行く。そこでね、這い上がった者だけが武志さんの付き人になるみたいなね。はい、でね、こんな私ね、中学しか出ない私もですね、なんとか今こうやってここでね、喋れるのはね、まあね、おべっか言うわけでもないですけどね、ダンカンさんのおかげなのは間違いないですよ。まあ、ただ、頭おかしいのは間違いないですよ、あの人が。それはもう間違いない。断固していません。まあ、今でこそ僕ってね、あの漫談にして楽しく喋ってますよ。同期でね、ガンビーの小林っていうのがいたの、ガンビーの小林っていうのがいたの、一緒に入って、同じ日に入ったの。で、彼はね、結構ね、暴走族の、結構ね、北海道の暴走族のリーダーだったんですよ。だからちょっとね、性格もね、やっぱね、勝ち気というかね、
だそんなねリーダーやってたやつがねダンカンさんの付き人やってね怒られるわけですよ。我慢できるわけないでしょ。小林が言ったセリフがね真面目にですよ。夜中俺に来てちょっと北川君話があるんだけど、どうした俺閉められるのかなって、ね、どうしたそら。いや俺さ北海道じゃん地元。おそうだなお前。いや俺北海道の友達に頼んでさ、これ真面目な話ね北川君、ダンカンさんを殺して絶対バレない方法がある。いや方法があるじゃなくてそれは犯罪じゃんっていう。なんでさお世話になって兄さん殺してさ芸人でやっていくのよ俺たち。無理でしょそれみたいな。でも真剣に言ってたらうなずきそうになったら、うん、いい案だなみたいな。本当にそれぐらいもう俺たち追い詰められてたから、はい、まあでもですねそれが全て漫談にこうやって今生かされてますよね。よくここに喋ってますね。私覚えてますよ95年の秋、ね、ダンカーさんの付き人になったらねお前やめろと、ダメだダメだよとね、25で入ったから遅いと、あ25で入って遅いしね、うん、ダメだダメだうちは向いてないたくさんいるし軍団はダメだ、じゃあそこをなんとか、じゃあそこまで言うのはちょっと来い、水道橋博士の家に連れてかれましたよね。虫の中のマンション、ね、博士は当時独身、ね、でお宮の松がね、いましたよ、あの居候 で、 あで俺もね、博士もお宮の松も初対面、あじゃあダンカンさんがね、俺とガンビの小林ってこいつらあれなんだった、タキさん、タキさんの弟子になったんだけど、うん、俺がやむのすもやめないんだよと、で水戸橋博士からも言ってくれと、で博士がね大変だようちはとね、武士軍団たくさんいるし、ね、俺たちだって浅草キッドだって大変だったんだよ、はい、でもね俺たちはいやそこをなんとか、そしたらダンカンさんがですね切れ出しましてですね、お前これまでこんなに言ってんのなんでやめないんだよっつって、分かったよ水戸橋脱げっつって、普通大人の会話って脱げっつったら一回ラリーがあるじゃないですか、え脱ぐんですか、武士軍団さすがですよ脱げっつったら博士がはい分かりましたって、まあ脱ぐ、ダンカンさんも脱ぎ出したんですよ。何を始めるんだと思ったんですね。夜の11時半ぐらいに大人2人シックスナイン始めたんですから、これができないで軍隊入れてやらないってはぁってちょっと思ったんですよ。じゃあ俺入りたくねえやって。でも俺もねそこはもうしょうがないから、ね、もうちょっとノーローってなってますからね、もう入りたい入りたいで、だからあのね、あの小林さんちょっとね怖かったから、なんかじゃあお宮の松初対面ね先輩ですよ、だけどねお宮さん抜いてくださいっつって、今度俺とお宮がシックスナインするわけですよね、4人でね、マンションの綺麗なマンションのねワンフロアでね、大人4人がですね、ダンカーさんがチパチパやって、俺もチパチパやりながら、ダンカーさんがね、お前やめろやめろ、最後俺はね、入れてください入れてください、地獄やつですよこんなもん。ということで、ダンカーさんがいかにヤバい無茶ぶりを仕掛けてくるのかっていうのが分かったと思います。すごいね、博士とダンカーさんの69って半端じゃないでしょ。分かった、この企画がいかにヤバい企画か分かったみんな。えぐいでしょ、恐ろしいでしょ。いややっぱりね、たけし軍団ってやっぱりすごいよ、すごいよね。でまあまあそういうことですよ。それを生主に無茶振りしたらどうなるのっていう話ですよね。でさっきさマキルがコメント書いてくれたんだけど、ってなんかテレビ向きの緩い企画になるんでしょってなったでしょ。あれは違うの、募集動画だから喋れるところを編集して緩いやつをピックアップしたの。本当のダンカンさんエグすぎて YouTube でも分かるでしょ、69とかもう本当に有名だよ。だからダンカンさんの過去、そのなんつうの、全員ダンカンさんが弟子を預かるんだけど、そう小島グランプリと卵味噌の69とか、まあ一応それはこっち側からさ、スタッフさんからいやちょっとバンになるねっていうのはあるけど、いやとんでもない企画になると思いますよ。今回はすごく僕は楽しみですね。ダンカンさんがどこまで尖った企画を出して、生主がどこまで、答えるのか。だからまあね、そこら辺まあね、俺はね一番すごいなと思ったのは、鮫島さんが自分のうんこ食ったエピソードが配信会で一番すごいと思ってるんだけど、鮫島さんは出るのかな、どうなのかな。風船ありがとうございます。そう、検索するといろんなエピソードが出てくるし、ダンカンさんって自分の息子さんに甲子園って名前つけてますからね、うん、いろんな逸話が出てきますよ。はい、もうすごい有名ですよ。風雲たけしをスーパージョッキーとか全部、なんていうのかな、有名番組のね、放送作家とか、制作放送企画側をずっとやってた人なんで、今でもネタ帳に企画を書いてる人です。その、とびっきりのネタを配信者にぶつけるっていうのが今回のコンセプトです。いや、えぐいよね。何が始まるのかっていうね。風船ありがとう。
だから逆に言ったら俺ね、今回の企画はね、一発目ね、 YouTuber だったら多分値を上げると思う。今金梅軍団が愛子さんをモヒカン狩りにしてる無茶ぶり、やったらすごいんじゃん。やってるの、やってんのモヒカンすげえなこの人たち出ればいいのにねこの人たち向いてるでしょやっぱね、配信者すごいね、すごいね、すごいね、天才だね。うん、愛子さんモヒカンにするんだやらないんじゃないかな。やったの、やったらダメでしょ。金梅さんやるからな。途中までってどういうこと。え、やったの。愛子さん女の人だよ。無茶させるよな本当に。だからさ、逆に言ったら配信者 VS 武志軍団の鬼軍曹の構図でもあると思うよ。いや、配信者の方が面白いじゃんっていうことを証明できるわけじゃん。そう思わない。やったのえ、愛子さんモヒカン今、え、やべえなお、土曜日にもう一回かかるんだ、一回寝かせるんだ、さすがだね。うん、いや、愛子さん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 、ダンカンさんの無茶ぶりできそうだな。すごいね。いや、さすが配信者だよね。さすが我らが配信者軍だよね。バトルでもあるよね。テレビのダンカンさんと、こう、配信者の体張ってる現場バリバリの、こう、何、配信者たちが、こう、どこまでできるのかっていう。歯ホワイトニングしてるのが白くなってきたね、だんだん。成功だ。背景白もいいよね。うん、俺もそう思った。なんか気分一転で、なんかテレビ番組っぽいよね。で、まあ一人だけ最優秀賞を取った人は、ビートたけしさんから、芸名をもらえる、コテハンだね、コテハンをもらえるっていうのが、今回の一番の大きいところですね。俺だったらがっつくもんな。たけしさんから芸名もらえるって一生の宝だからね。みんなも欲しいでしょ。うん、すごい欲しくない？たけしさんから芸名もらえるってなったらやばくない？多分欲しいっていう人いっぱいいると思うんだよ。いらない？あ、そう俺めちゃめちゃ欲しいけどな。ビビるよね。俺はもらえないよ。だって弾丸塾参加できないんだもん。俺だってもらいたいよ。これ愛子さん？キャスバーでやってんの、うん、キャスバー一体どうなってんだよな。でもね、さっきね、面白かったのが、便所太郎さんが参加表明したんだけど、便所太郎にさんに言ったのよ。あの、1位になるともしかしたらたけしさんからあの小手半もらえますよっつったら、よくよく考えたらさ、コメント欄見たらさ、便所太郎っていう小手半の方がえぐいじゃんいや、コテハンかーって言ってたんだけど、もうさ、便所便所ってさ、みんな当たり前に呼んでるから、よくよく考えたら踊る便所太郎って意味わかんないよね。うん、あ、荒野が今バリカンなんだ。
まあまあ荒野はいいんじゃないかな、全然。そうなんだよね、便所さんの場合コテハンがもうえぐいっていう。でも結構テレビとかでも有名だよね、あの弟子の名前たけしさんが命名すると正式な弟子として表明されるっていうか、たけし軍団の一員に なるっていう。名前は全部ねたけしさんがつけるっていう、すごいよね。こうや坊主にすんのかな。一番体張れるナムの氏って誰なんだろうな、有名どころで。印象的にさ、みんながさ、こういう企画のさ、最強に体張れる人って誰だと思う、ナンバーワン。金映さんなのかな。うん、うずうずするよね。氷川きよし、氷川きよし、え、氷川きよしってビートたけし命名の。俺もね、金映さんが最強な気がするんだよね。あの、体張る、鮫島さん、金映さん。誰なんだろう、小島グランプリ。誰が一番、こう、適任なのかだよね。タイプがあるじゃん、配信者にも。ありがとうございます。花火5個ありがとうございます。誰だろう？いきなりありがとう。ありがたく頂戴します。すいません。いいえ、ありがたい。花火5発ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチもありがとう。頑張ります。セブンさんか。セブンさんか。あー、なるほどなるほど。すごいね、確かに。異色だね。セブンさんが無茶ぶりをされる。確かにイメージつかないな。イメージつかない人が覚醒する可能性もあるよね、逆に。なんかでもあとさ、セブンさんイケメンじゃん。なんかこう、キャラクターもあると思うんだよね。美人どころとかがさ、体張るのが面白いっていうのがあるから、美人綺麗どころっていうのが。確かにそういうワクワク感はあるよね。すごいよね、確かにセブンさん結構配信会であんまりそのイケメンキャラで推してないけど、顔めちゃめちゃ整ってるよね。どんなんなるんだろうね。この前のドラえもんすごかった。今日はどこで配信？今日はですね、スタジオから配信してます。今日はスタジオから配信していて、弾丸塾の告知をしています。エントリーを募集してますので、ぜひぜひ配信者の方は、弾丸さんとコラボする機会がありますので、ぜひぜひチャンスをつかみ取ってください。小島グランプリさんは参加表明決定です。で、先ほど電話で話したんですけど、僕はアナルを壊すっていう、あの封印してた技を出すことができると、もうダンカーさんに見せつけてやるって、もう意気込んでたよ仕事も休みますって言ってたもうね、優勝かっさらう気満々だった。ここは俺のフィールドだみたいな、あこ体張らせたら俺でしょみたいな。だから俺、小島さんに誰かいないって周りに紹介してっていうノリで電話したんだけど、俺でしょっていう感じだったね。さすがだよね、小島さんも。もうやる気満々だよ、やる気満々。私も出られる、出れますよ。はい、解放。この下に書いてあるこの URL をコメントをつけてリツイートっていうね、参加表明つってリツイートするだけで、スタッフさんから今 DM が来ます。リツイートするときにコメントをつけてリツイートってやってください。そのときに、あの弾丸塾参加表明ってやってリツイートをすると、スタッフさんから DM 来ます。はい、
俺出れない代わりにお前体張れよ俺も出たい企画なんだから、ダンカンさんと絡めるんだったらお前本気でやれよ一発逆転あるよ、うん、弟子和道塾生頼むよ、取ってよやるんだったらぜひ全然やった方がいいよ、一躍スターになる可能性あるよ、ねえチャンス掴んでほしいよね、解放とかね、いいなあ、うん、ねえやばいよね、一応ね早くね締め切り、書類選考の締め切り、応募が期間限定なんで早めに早めにやるといいと思います、早もん勝ちっすね、バカありがとうねえ、てっぺん狙うならてっぺんだよね、狙うなら一期生に選ばれてほしいよね、ガンガンアピリな、うん、さあどうなるか、誰が優勝かっつったら、俺ワンワンとかも向いてるような気がするけどね、ワンワン今東京にいないかんな、地方勢もねあのゴリゴリ参加してほしいですね、あと推しの名前主さんがいたらぜひ紹介していただくのと、リスナーさんはあの下の URL をリツイートしてくれると拡散してくれると嬉しいです、ぜひあの多くの配信者が参加できるように、知らない人がいないようにリツイートでガンガン拡散してください、うん、結構ねでもねあのリツイート39件だから、この番組さっき始めた時は12件とかだったの、だからかなり広まってきてはいるね、広まってきてはいる、うん、ワンワンいいよね、ワンワン結構体張れるよ昔から、ワンワン向いてると思う俺、ありなんじゃないかな、ね、うん、面白くなりそうだな、ゆいがさんとかも見たいさ、うんまあ絶対出ないだろうけど、なんかリツイートでコメントが打てない、なんかリツイートでコメントが打てない、自分のツイッターの設定なんじゃないのそれ、多分引用リツイートができない、みんなやってるよ多分、解放が引用リツイート、なんか鍵垢とかにしてない、大丈夫、別口オファー来てる？どういうこと？うん。別口オファー来てる？名探偵宇佐美さんが？うん。ん？何のオファーが来てるんですか？
ねえ、白バッグもたまにはいいよね。うん、普段真っ暗だからね、暗い部屋だから。へえ。今スタッフさんと一緒にいますよ、僕。別口でオファー来てるんですか？ 通過ですけど大丈夫ですか？ そうなんですか。配信者の方のかな。はい、誰にもオファー出してないそうです。はったりありがとうございます。はい、はったりありがとうございます。誰にもオファー出してないそうです。はい、すぐめくれたね。はい。すぐめくれた。どっからオファー来てるんだろう。お、海宝来たって。今多分 DM 行くと思うんでフォローしといてくださいね。フォローとフォローバックはしといてください。コメント打ってた？はいはい。腹筋やすしも無茶ぶり配信者で面白い。へえ。腹筋やすしさんっていう人がいるんだ。仮想配信者ほどね、チャンスだから、ガンガン参加した方がいいような気がするよね。腹筋やすしさん。どういう無茶ぶりに答えてってんの？過去どんなことやってきたのか知りたいね。ワンワンコメント打ったらタイミングよく終わった？配信。それがあるからね、生放送はね。解放じゃあ、ダンカン塾、頑張ってね。これ解放とダンカンさんが並んでたら、ほんと腹抱えて笑うけど。どういうことってなるでしょ。ツイキャスで冷蔵庫とプロレスをした。ああ、いいね。冷蔵庫とプロレスをするってなかなか斬新なスタイルだね。 意味がわからないから、ちょっと映像として見てみないと意味がわからない。冷蔵庫とプロレス、何それ。冷蔵庫とプロレスをした。どういうことなんだろう。ハートありがとう。アイテムありがとう。女性配信者が今のところ一人だからな。あ、二人か。解放だから。アグリンと解放か。はい、こんばんは。トトロさんいらっしゃい。女の人ね。解放無茶ぶりとか対応できるの？ 解放さ、
俺思ったんだけどさ、無茶ぶりとか対応できる生主だったっけ？どうなの逮捕、こうパッて言われてパッてできるの大丈夫？よくよく考えたけど、例えばって動画見てなかったの？さっきダンカンさんが水道橋博士に「おい全裸になれ」って言って「はい分かりました」っつって全裸になって、ダンカンさん全裸になって69したっていうそういう動画が流れて、みんなすげえっつって、配信者これ大丈夫なのかなって言ったんだけど、大丈夫？勝ち残れる？そうやな、博士とダンカンさんの69見てみたいやね。どうなんだろうね、無茶ぶりに。まあ気合だよね、覚醒するかもしれないよね、解放ね。あ、さっき呪縛やってたんだ。まあまあ下の URL の動画後で見てみるといいよ、とんでもなくえぐいよね。顔文字さんいらっしゃい。無茶ぶりも頑張る、頑張って。まずは書類審査だ。アグリンド M だからな。アグリンは M だからな。あのただ無茶ぶりに応えるだけで性的興奮を覚えるタイプの変態タイプだから、アグリンは。これアグリン向いてると思うよ興奮するでしょ、性的にムラムラするでしょアグリンは。無茶ぶり結構体腫れるタイプなんだよな、アグリンは。今までの無茶ぶりでアグリンのエピソードでどんなのがあるの？私こんなことやりましたっていう。解放とアグリンちょっと書いてよ。あの私の無茶ぶりエピソード、配信でこんなことやりましたとか、プライベートでもいいよ。体張ったエピソード教えて。アグリンと69させられるかもねそれ払いて払いて暴れてる人やめて。解放飲尿ボトル一気、ええ何、おしっこしたペットボトル飲んだのそれ本気で言ってんの？あ、芸能人みたい、ありがとうございます。はい、白壁いいっすね。すげえな。え、何、自分のおしっこ飲んだの？それただのプレイなんじゃないの、彼氏とかと。すげえな。それ何、生放送でやったの？体張るな。ノーブラハグは全然お前の趣味でしょそれ、ノーブラハグは。すげえ、やアグリン結構いいね。アグリン結構優秀だな。飲料ボトル一気、それアピールしなよ、あのエントリーシートの時、私飲料ボトルで一気飲みしましたって。アイラが飲めって言うからアイラは S だからねアイラはド S だから分かる。アグリに言いそう、多分ね、やらないと思って言ったんだと思うよ。分かんない、アグリンと解放の69っていう地獄絵図になるかもしれないよね。まあそれはバンになるから絶対ないけど、スタッフさんが止めるはずダメですって。
閲覧がゴールデンタイムだから伸びないね。残念だね。やるの？おしっこってどんな味するのか俺も知りたい。俺も興味あるわ。おしっこってどんな味するの？アグリ。おしっこ。俺飲尿したことない。確かに興味あるわ。トイレの芳香剤苦い感じなんだ。ありがとう、ハートありがとう。へえ。でもなんかおしっこの健康法とか昔あったんでしょ。朝一番のおしっこを飲むっていうなんか健康法があったって、俺なんかブログで読んだことある。昔流行ったみたいな、うん、アンモニア臭かったんだ。最悪だね。いや、なんかあったらしいよ。なんかに書いてあったよ。解放のツイッター見てみようかな、参加表明。お、表明してる。尿療法ってあったよね、あったよね。聞いたことあるでしょ。俺もなんか聞いたことあるもん。やったことはないけど、内容がマニアックすぎるよね、うん、非常に汚い。どうしようかな。 どうしましょうか。何時くらいまで、どうしようかな。なんかでも他のさ配信の企画盛り上がりすぎてさ、今やってても多分閲覧伸びないような気がしますよね。また家でやるか。ここでやっててもしょうがないから一旦家帰るか。どうも。そういうことで、じゃあ募集してますんで皆さんリツイートよろしくお願いします。僕一旦打ち合わせしたから家に帰って問い合わせは全然やるんで、ありがとうございました。じゃあ結構4時間ぐらいやってるんで、終わりにしたいと思います。皆さんリツイートお願いします。お疲れ様。